んにちは。柏の葉に来てますよ。すごいね、お昼暑かったから夕方に時間をずらしてきたんですけど、それでもね、すごいね、湿っぽくて暑いです。っていうか本当に怪しくないですかこれ怪しいよねいやー、サングラスしたらね、本当にもっと怪しい。いや、今日はね、私のお友達のモッチーちゃんと一緒に来ています。え、行っていい？名前言っていい？そう、モッチーちゃんをね、実はあのリトルヒーローっていうミュージックビデオでね、出演してくれたんです。そう、あのここのね、柏の葉の T サイト、この T サイト見えるかな、じゃん、ここ。そう、ここでね、モッチーちゃんが、あ、映ったもういいよね、もうどうせ映ってくれたし、ミュージックビデオにでね、モッチーちゃんもね、ここの場所が好きで、私がね、いつも呼んでるんですけどね。ここがスポットです、私の。こんにちは、快適です。ちょっと暑いけど、うん、なんかすごく癒される。癒される。噴水とか、うん、緑も多いし。そう、今日も噴水出てるよ、ほら見えるかな。ねえ、癒される。柏の葉ってなんかね、都会と緑のバランスがすごいいいよね。そう、都会すぎず田舎すぎず、すごいいい感じで。私もね、スタバ初すごい安いスタバがすごい久しぶりなので、ポイントが溜まってて、あのスタバのポイントが、ですごいね、ゴージャスなの。これ1点交換できたんです。じゃん、見てこれ、フラペチーノ。私普段飲まないんですけど、確かあの冷たい飲み物苦手で、でももう本当今日は暑すぎて、なのでソイミルクイチゴフラペチーノ、これにチョコレートチップも入れて、で私あの豆乳女だから豆乳をトッピングしてもいただいて、そうで、こんな感じにした。うん、モッチーは今日何にした？今日は、うん、アイスのキャラメルマキアートにしました。かわいい。暑いので、うん、冷たいものをたくさん飲みたいなと思って一気に飲める、うん、これをチョイスしました、キャラメルマキアートとかってかわいい甘くて美味しいです。うん、ちょっと風出てきたね。あ、そうだね。うん、テラス席もいいかも、この時間は。今ちょうど6時。うん、6時、6時でもね、結構明るい、ほら夕日が綺麗。じゃあ乾杯しよう。あ、もう飲んだ乾杯。ちょっとね、ソーシャルディスタンスだけどねさあ飲みます。普段飲まないから、フラペチーノとか。いつもね、ホットのココア、暑い日も。すごいね、なんかね、汗が冷たいけど溶けそうなぐらい、ここが暑い今日はちょっと久しぶりだからさ、ゆったり語ろう暑っ。やっぱりね、夏は夜が気持ちいいね。ちょっと暑いけど、ここはティニックスが通るたびにうーってなるから、ね、あとはさっき噴水が出てたけど、ライトがすごく綺麗で、イルミネーション。そうそうそう、空もすごい真っ青で綺麗ね。綺麗。最近モッチー、コロナになってから仕事とかいろいろどう？そうね、うん、ほとんどフルワークになって、うん、家で仕事することが多くなったんだけど、うんうんうん、その分やっぱり用意する時間がなくなったから、用意したりとか、うん、通勤までかかる時間がなくなったから、うん、割とその時間で自分がやりたいこと、うん、例えばトーフルの勉強とか、英単語を見るとか今まであんまり見れなかったワイドショーをちょっと見るとか、
そういうふうな感じで自由な時間が増えて、そこは良かったかなと思う。あーそっか、うん、テレワークってどれぐらい毎日決まってなくて自由にできるんだけど、うん、週に1回は会社に行って、うん、週4日はテレワークって人が多い、うん、私の周りでは。そうなんだ、うんうん、そうだよね、いろいろだよね、1日おきの人もいれば、うんうねうん、全くもうあの今週はずっとテレワークですっていう人もいるし、うん、私も塾だからさ、夏休みあるけどやっぱ少ないから、うん、その分塾で結構やらなきゃいけなくて、うん、予習とか復習とかだから、うん、なんか濃くなった仕事が時間の区切りがないからそう結構残業4月になっちゃったりとかだね。残業っていうかなんかね区別ないね私の場合は。会社だとさ情報漏洩とかもあるから家に持ち帰っちゃいけないから、うん、まあもうそこでもう会社にいる時間でもう就業時間終わりだったけど、うん、なんか今はね全然ないねプライベートと、うん、なんか仕事の区別が。そうね、うん、まあね別にね苦じゃないからいいけど、うん、でも仕事があるのはやっぱありがたいって思う。本当にそうだよね、うん、私たちがそういう風な状況になったらどうなったのかなってなんか想像つかないよね、うん、ね想像つかないね、うん、でも私たちの時代だったらこう YouTube とかさそういうのが普及してなかった時だから そういう時に今のような状況になったら、うん、本当に大変だっただろうなってどうしたんだろうって思うね。今はさ結構みんなさ LINE とか してるけど、うん、ねなかったもんね、うん、なかったよね。ウォッチ自身変わったことってある？私自身、うん、なんか結構考える時間が多くなって、うん、この先本当に自分にとって何が必要なんだろうとか、うん、ちょっと重いななんか英語の勉強とかもそうだけど、うんうん自由な時間が増えた分、うん、この時間をどうしようとか、あどうやって使っていこうとか、自分は何がしたいんだろうとか、いろいろなんか考えることが多くなった。将来のこととか、将来のこととか、うん、さっきも話したけど、ちょっとね、いい加減ちゃんと美容をしないとなって思った。私も最近それはね、本当に自分でも思った。でもいつも綺麗じゃん、メイクとか、すごいおしゃれだし、品があるし、いやいやあっていやなんかね、やっぱりその、うん、肌年齢を若く肌年齢そう、肌年齢が高くならないようにそれはね、スキンケアは重要だよね、うん、なんか私もさ、あまりメイクするの好きじゃないんだけどやっぱそう保湿は大事だなって思った、ね、なんか例えばさ、私よく笑ったりなんか大きい声話したりするからさ、なんかほうれい線が目立ちやすくて、なんか乾燥肌だからこう跡がつきやすくて、うん、でそうだからちゃんともっと保湿しなきゃって思った。この間ちょっと見てもらったらね、あのプッシュ、うん、化粧水のプッシュがもうあと5倍ぐらい必要って言われた、あ、じゃあ結構たっぷりと作った方がいいんだ。もうなんかね、自分ではたっぷりと思っててもまだまだって言われて、結構はこうスカートがメインだよね、ズボンはあまり履かない、ね、そうだね、うん、でもモッチーもそうじゃん、うん、私もあんまりズボン履かないな。なんか私のイメージ的にワンピースっていうよりもなんかこうゆったりめの大人シャツにこうロングスカートみたいな、ね、結構長めの大人っぽいよね。絶対さ同い年にさ見られないぐらいさ、なんかなな私はめっちゃ幼い、童顔だし中身も幼いって、いやモッチーは本当に、うんなんかレディーって感じだから、あげちゃってあげちゃって、なんだって絶対そうだよ。やっぱね子供たちといるとね、うん、なんか
年取らないのはいいこと、すごくエネルギーをもらえそう、若いエネルギーを。でもこっちもその分返さなきゃいけないから、ね、結構ね、結構体力使う、体力は本当体力使う、頭も使うし、うん、体力も使うけど、でもね、うん、まあ楽しい ね、もっとね、保育園の先生とかもすごい大変そうじゃん、体力がないと、そうだね、うん、もう本当にそれは大変だと思う、会社にいた時は逆にさ大人ばっかでさ、うん、まあ仕事の話ばっかしたけど、塾だとなんかたわいもない話もして、なんか意外とそっちの方が大事だったりするから、うん、人気の先生も結構話し上手な人が多いから、あ、まあ、雑談しすぎはダメだけど、雑談って大事、ね、そうそう大事大事、うんうん、あと仕事中の雑談も必要だったんだなっていうことが分かった、テレワークになって、へえ、うん、そっか、それで結構なんて言うんだろうな、リラックスできたりとか、仕事のことだけずっと考えてるよりも、ちょっと合間の雑談をした方が、もうプリがポジティブな気持ちで仕事に向き合える。もっち、今後はどう、夢は、目標は、うん、直近の目標は来月トフルを受けるから。本当になんかモッチーって現実的っていうか、いい意味で現実的だよね。なんか私みたいにすごいファンタジー夢見がちじゃなくて、私も夢見がちだよ。そう、うん、でもね、こっち声に出すことは、うん、すごい現実的っていうか1ヶ月後ぐらいのことを言ってる。でもすごいいいと思う。なんか何年後にも大きい夢とかって、私もそういう風にしがちだったけど、でもやっぱさ、今はさ、もうどうなるかわからないじゃん、何ヶ月か後に、だからもう毎日大事にしなきゃって思って、あんまり欲はなくなったなーっていうのは思う、前に比べて、うん、あとはこう目の前のこととか、まあ、1ヶ月くらい先のことを目標にやっていくと、なんとなくこうどんどん高い山を目指せるんじゃないかなっていう、積み上げて、そういう期待もあったりして、近いことの目標を設定するようにしようかなって思って、そうだね、私もあんまり何年後にこうなるんじゃなくて、もう1ヶ月後にはこれを達成みたいな風にしていこう。コロナのこともあるけど、健康に気をつけなくちゃいけない、健康が本当に大事だと思ったし、それは、ね、うん、それを、まあ、第一優先、健康第一 で、うん、で時間を一日一日を大事に、うん、本当に、ね、そう過ごしていくのが、うん、なんかさ、当たり前のことが当たり前じゃなくなったじゃん、うん、海外に行ったりとか、うん、今まではすごい日本で恵まれていたんだなっていうのが、うん、すごい感じられた、うん、本当そうね、経済が回らないとさ、治安も悪くなっちゃいそうじゃん、うん、だから早く戻ってみんなハッピーになれたらいいなって思う、うん、今のこのね、仕事できるっていう環境を、うん、感謝して、うん、ここってさ、そういうさ、ことをゆったり考えられるんだよ、うん、そうね、そうなの、ここの柏の葉のここは、うん、わかるわかる。だからね、好きなんだよね、心が解放されるっていう、解放、そう、解放、なんか解放される、一旦なんかリセットできるっていうか、うん、リフレッシュできるっていうか、そうね、うん、なんか風がちょっと気持ちいい、気持ちいいね、また分かろうね。